日高よしみです。今回ししゃもを使って料理を作ってみようかなと思ってます。まあ、イタリアではししゃもはないんですけども、まあ、保存食用の、まあ、魚、まあ、タンパク質補給のためにですね、自然保存用の魚といえばタラですよね。やっぱり北欧から来るタラ、塩ダラであったりヒダラであったり、呼び方もストッカフィッソとかバカラっていう言い方をしますけども、そういうタラを使ったレシピがもうイタリアの、ね、北から南どこにでもあるんですよ。本当山の中でも食べる。で今回はそのストッカフィッソバカラの、レシピを、いただきまして、ちょっとししゃもで試してみようかなと思います。スーパー歩いててもししゃも私好きなんで、よくもうそのまま焼いてですね、お酢つけて食べたりとか、まあ、お店でも昔ね、北海道の生のししゃもが入ってたらちょっと塩水につけて、それを料理にしたりしてました。まあ、フリットにしても美味しいし、焼いても、そしてあとソテーしても美味しい、魚です。じゃあ今日は干しだら、ひだらの代わりにししゃもで作るイタリア料理をご紹介します。材料はまず玉ねぎと、あとニンニク、今日またみじん切り、オイルボールにつけたもの、そしてじゃがいも、黒オリーブ、ケイパー、そして仕上げにこのイタリアンパセリの切ったもので、あとししゃもですね、ホールトマト、裏ごししたもの、もしくはダイストマトとかトマト缶のものを入れます。概要欄には、2人前のレシピを一応書いておきますけども、また試食が多いんでね、またししゃもこれあるんでちょっと多めに作ります。玉ねぎを炒めていきます。鍋にオリーブオイルをちょっとね、ひたひたに入れます。少し多いかなっていうぐらい。そして、玉ねぎは半分に切って、横半分に切って、こんな感じにしましょうか。少し厚めのスライスですね。少し多めのオリーブオイルが入った鍋に入れます。そして、浜田さん、これ炒めていってですね、はい、途中でこのニンニク、はい、小さじ1ぐらい途中で足してもらえますかね。はい、じゃあお願いします。はい、次じゃがいもはどうしようかな。縦4分の1ぐらいに切って、厚さを1センチぐらい、じゃがいももちょっと形が残るような感じで、それでまた柔らかく煮ていきます。はい、こんな感じですね。オリーブはこれ種なしのものなんですけども、このまま入れてもいいけども、横半分に切っちゃいますか。こんな感じで、まあ、オリーブとかね、今日ケッパー入れますけども、まあ、副素材で、トマトと炒めてる玉ねぎ、そしてニンニク、そしてじゃがいも、まあ、これがあればいい感じですね。で、ししゃもで作るの今回初めてなんですけども、塩だらでしたら塩抜きをする。塩抜きをするのも、流水もしくはちょっと薄い塩水につけて、まあ、3、4日水替えながら抜いたりします。で、ひだらの場合も日本で手に入るひだらよりももっと分厚いんで、水につけて戻したりします。で、その場合やっぱり味を含ませるために、あとトマトにもちょっと煮たりするんですけども、ししゃもは多分ね、もう出来上がった上にちょっと入れるだけで多分いいんじゃないのかなというふうに思います。じゃあ向こうの方で仕上げていきましょうか。はい、玉ねぎと、もうニンニク入れたんだよね。はい、ちょっと炒めて、玉ねぎがちょっと薄く透き通りかけたら、ここでじゃがいも入れます。で、じゃがいもも同じく炒めていってください。はい、で軽く油をまとわせてくれたらいいです。浜田、その塩だら火だらの料理って言ったら何が思い浮かぶ？バッカラマンテカ。そうだよね、牛乳煮っていうやつと、はい、あとトマトとかあんまり山でやってないかな。そうですね、トマトも結構多いんですよ。トマトも多いし、トスカーナ行ったら、ちょっとトスカーナで珍しかったんだけど、そのボスケッティっていうレストランで、ピカンテのオイルにこうマリネして、それを炭火で焼いてたのね。
うん、後々考えてみたらなんでトスカーナであの辛いやつで焼いてたのかよくわかんないんですけども、多分レストランのシェフのアイデアのものだったと思うんですけども、ともかく本当にね、日本人が思う以上にタラよく食べるよね。あのヨーロッパの人にとっては非常に大切なあの食材で、あのもまあ勉強したところによると、ストッカフィストとバカラっていうのがありまして、ストッカフィストっていうのはもともと英語のストックフィッシュだから、あの北欧から直接こうイギリス経由で来たのかどうなのか分かんないですけども、でそれをしだら、ひだらであったり塩だれでいうところと、あとバカラ、これはバカラオスっていうあのスペイン語で入ってきた、スペインから入ってきたもので、塩だらとひだらが、ね、あるところでこうひっくり返るんですよ、うん、そういうらしいんですよね。まあ、ともかく塩だらひだらっていうのはあのヨーロッパの人にとって、大切な食料なんですよ。で一方このシシャモはもう日本人にとっては大好物だよね、うん、シシャモ好き？あんまり好きじゃない？そう、あんま食べないです。あんま食べない、はい、そうか、なるほどね話が詰まっちゃった、でも家で本当に出てこない、家で出てこなかったので、なんか馴染みがないですね。なるほど、そうです、まあ、関西だからってことはないよな。そうですね、うん、私大好きなんですよ本当に大好き、はい、じゃあトマト入れます。はい、まあ、分量がね、目分量、あこれちっちゃいのが2缶入ったんだけどね、はい、田村さん分量控え係、4人前でいくよ。で玉ねぎ1個、にんにく1個、じゃがいもが2個で 400g、はい、トマト缶が2缶で何 g？ 800です。800、はい、オリーブが12個、入ります。ここにオリーブ入れます。あとケイパー大さじ1、はい、でシャモ後で入るんですけども、ちょっとこれちょっと小ぶりなのかな、なんかこう安く売ってたの、まあ、これで500円で売ってたんですよね。あのでもこれでも美味しいのよ。これあの家の近くのスーパーで買ってきて、シシャモが好きなだけだいたい1人6本ぐらいあったら十分じゃないかな。下味の塩を軽くして、で蓋をしてシシャープで、後で様子を見ましょう。ですね、8分でちょっと見たらちょっと硬かったよね、じゃがいもはね、はい、あこれぐらいでいいですね。スッと通るぐらい、だいたい10分ぐらいでした。ここで、ひだら塩だらでしたらもっと早めなんですけども、シシャモをここでちょっとあのトマトに、これシシャモを、まあ、少し温める感じですね、はい、もう一回蓋します。1、2分ちょっと煮ましょう。ですからあのじゃがいも自体もちょっと崩れるぐらいの柔らかさになりますけども、それで OK です。ちょっと心配なのは水分がギリギリだったから、トマトが焦げないように、火は弱火で蓋をして蒸すという感じですね。でちょっと混ぜたらいいかなって思います。じゃああと2分後、じゃあ2分経ったのでちょっと開けてみましょう。うん、こんな感じで、なんか不思議な絵柄だよね。すごい。軽くトマトに浸します。結構下も崩れやすいんでね、気をつけた方がいいですね。はい、うん、美味しい。はい、これであのパセリを振りかけて完成です。主食が、瀬川と、最近2年生になりました池畑。はい、よろしくお願いします。池畑です。はい、お願いします。今日のシシャモなんですけど、なんでシシャモにしたかというとね、瀬川がシシャモ大好きなの。居酒屋行くと必ず食べるシシャモです。シシャモ。イタリアでシシャモって食べるかどうかって知ってる？いやー、多分食べれないんじゃないですか。こんな、なんか想像つかないですけど。想像つかないよね。池畑はイタリアでシシャモって食べると思う？いや、食べないと思いますね。これイタリアから来たシシャモ、びっくりしたんじゃないかと思います。
じゃあ続けましょう。言葉が止まってしまう。ですね、すごいなそれ。まずこれそもそもバカラの料理なんですよ。バカラとかストッカフィッソ、干しだら、ひだらの。それで干しだら、ひだらだとやっぱり日本では馴染みが薄いんで、まあ、スーパー行ったらやっぱりししゃも目につくじゃないで、私も大好きなんですよ、ししゃもが。で今日ししゃもでちょっと作ってみようかなと思って作りました。志賀さん、ししゃも詳しいんだよね。ちょっと説明してくれるかな、分けてる間。はい、ししゃもって大きく分けると2つに分けられるらしいんですけど、まあ、スーパーとか、まあ、その居酒屋さんとかで売られてるししゃもっていうのは基本的に、クラフト、カラフトししゃもといって、非常に水揚げ量が多くて、基本的には輸入物、日本じゃなくて輸入されているものがほとんどです。うん、で、もう一つ、その大きく分けてもう一つの方がししゃもと言われるもので、これが本来ししゃもと言われる、国産のもので、水揚げ量は、輸入物に比べてすごく少なくて、うん、ものすごい高価なもので、なかなか流通されてないです。そうなんですよ。はい、昔私日高がですね、北海道の仕事を受けてて、日高市長というところので、あの時シシャモの旬の時期には取ってたりしたんですけども、なんか河合さんがあまり好きじゃないのか、消えちゃうメニューがあるんですよ。昔日高がやってたやつでもね、なんか河合シェフになってから消えちゃうメニューがあって、まあ河合が聞いてたらあれなんですけど、あんまり好きじゃないのかと思ったらいたな。また河合さん、まあ、シシャモ、日本のシシャモ使わないのはなんで？もうアジフライもねやってくんないしね、結構ね好き嫌いがあって。はい、一緒に食べますか。せっかくなんで、なんでいたのか。本来はこのししゃもじゃなくて、塩だらバカラで作る料理なんですけど、どうぞ。いただきます。いただきます。うん、ししゃもって苦味が結構特徴的な、綿の部分とかすごく苦味感じますけど、このトマトの酸味とすごい合いますね、この苦味があることで。ししゃも単体食べるとやっぱりししゃもね、うん、トマトとじゃがいも食べると本当にイタリアンでしょう。うん、すごい斬新ですけど美味しいですね。池谷さん、どうですか。個人的にししゃもってこの独特のこの中風味がやっぱりどうしても日本三本で食べ進めていくと疲れちゃう感じがあるんですけど、ほんとこのトマト、あとオリーブ、ケッパーのこの感じがそれを打ち消してくれて、すごいスイスイ食べれちゃいます。ちょっとエリートでしょ。ね、ちょっとししゃもだけにスイスイいっちゃいます。スラッとしてるけど二人が。こういう感じでですね、まあ、ししゃもを使ったものも昔ね、私本の中でししゃもまあ、バターソーテーにしたりとか普通に使えます。なんかやっぱりイメージってあるでしょ。なんか居酒屋のししゃもでこう焼いて、まあ、生姜醤油で食べるとかお酢つけて食べるとか、まあ、それ以外の試し方は食べ方もあると思いますので、試していただければなと思います。で、なんか田村さん、なんかもぐもぐ食べてるけど、ちょっとなんか似てない？もう今新2年生ですから1年間のあれは、まあ、終わって、これからうちの戦力になってくるんで、いろいろな部分で頑張ってな。はい、はい、ししゃものように頑張ってな。ししゃものように頑張ります。頑張ってな。ということで、また次回、チャオチャオ。